マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢、あなたは毎日どのように召し上がっていらっしゃいますか？せっかくなら綺麗に痩せたいなって思いませんか？そこでこの動画では綺麗に痩せるリンゴ酢の簡単なレシピがわかるんです。もしあなたが一日でも早く綺麗に痩せたいなって思っているようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。材料3つだけでできる簡単な綺麗に痩せるリンゴ酢ドリンクをお伝えしていきます。では動画の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、材料3つだけ綺麗に痩せるリンゴ酢のドリンクのレシピを、材料作り方注意点お伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるんでしょうか、ということで、痩せるポイントが3つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整うから。2つ目、太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるから。そして3つ目、美肌美髪効果があるからなんですね。このポイントを抑えた材料を使っているから痩せることができるんです。そこで今回の材料の痩せる効果、詳しくお伝えしていきます。では1つ目の材料はもちろんリンゴ酢になります。今回のこのレシピのテーマはまさにその痩せる効果が高いリンゴ酢を使ったダイエットレシピになるんですね。で、数多くある、お酢の中でも一押しがこのリンゴ酢になります。なぜかというと、どんどん脂肪を燃やしてくれたり、またこちら、その結果基礎代謝が上がって、そもそも脂肪がつきにくくなるんですよね。そしてまたこちらです。冒頭でお伝えした太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢なんです。誰でもね、食事を召し上がるとどうしてもね、血糖値って上がります。そこを急激にね、上がるものってあるんですよね。例えば白米とか菓子パンとか甘いお菓子とか脂っぽいものとか、そういったのが特に太るんですけども、そういった急激な血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれることで、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果があるんですね。そしてリンゴ酢はね、お酢の中でも酢酸という働きが一番大きいので、イコールあなたの腸の動きがね、前動運動がとってもね、活発になるから、どん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 代謝が上がって痩せ体質に生まれ変わることができるきっかけになるわけですよね。そしてまたね、お酢はね、満腹感を得やすいんです。ということは、あなたの暴走する食欲をぐっと抑えてくれる効果もあります。またね、これが嬉しいですよね、むくみ改善効果です。せっかく痩せたのにむくんだままだと見た目すっきりしないですよね。そのためにはやはりこういったカリウムを含むものを上手に摂るとむくみ防止になります。では次です。2つ目の材料は黒酢も今回使っていきます。先ほどリンゴ酢おすすめですよとお伝えしました。そしてね、もう一方では美容効果に特化しますと、今回使いたかったのがこの黒酢になるんです。お酢もいろいろありますね。酢酸が高いっていうね、ダイエット効果が高いという意味ではやっぱりリンゴ酢一押しなんですけれども、でも逆にプラス美容ですよね。やっぱり美しいお肌や髪の毛ってずっと保っていきたいって思いませんか？私だってそうです。で、その時に味方につけたらいいのがこの黒酢になります。なぜかというと、簡単に言うと老けていくっていうね、アンチエイジングしたいわけです。なんとかこの老化をストップしたいっていうね、こういった形で、要はお体が錆びる抗酸化作用をやっぱりね、こう強めてくれるのがこの黒酢なんですよね。結局老化現象をやっぱりね、抑えたいわけです。簡単に言うと、よく体がこう錆びていくとか言いますよね。そこをやっぱりストップする効果が高いのが黒酢になります。メラノイジンが入っているからですよね。で、その結果、特に私たち女性には嬉しい血行不良の方で代謝が落ちる方って多いんですよね。なのでやっぱりキラキラとですね、ツヤツヤな肌とか髪の毛維持したい方は、そもそも血行が悪いとダメなんですよね。なぜかというと、血行が悪いということは体の隅々まで酸素と栄養が届かないわけですから、結局お肌や髪の毛に栄養や酸素がいかないということはうまくいかないわけですよね。そこでポイントはやはり、もうどんなね、病気のもともそうですが、血行が悪いとか低体温とか
そういったことが主な原因なんですよね。その時にこの黒酢を使うことで血行促進になって、結果細胞の酸化、まあ、体の錆ですよね、錆びていくのを防止してくれる効果があるんです。ここから2つ目の項目です。痩せるリンゴ酢レシピということで、材料3つだけですね、お伝えしていきます。まずこちら、きれい痩せリンゴ酢ドリンクの材料1杯分です。こちら天然水が 200ml、 リンゴ酢大さじ1/2、黒酢大さじ1/2、この材料3つだけで先ほどの効果の高いドリンク作れちゃうんですね。でここでポイントなんですけども、材料選びで間違うと太ります。例えばこのお水が水道水で質の悪いお水だったりとか、もしくはこちら2つ目リンゴ酢も、太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢ってあるんですね。で注意、太るリンゴ酢とはどんなものでしょうかということで、簡単にお伝えしますと、添加物がたっぷり入ってるリンゴ酢は買わないでくださいね。ここでいう痩せるリンゴ酢というのは、原材料がたった一つだけでできているもの、それはリンゴ果汁 100% のみでできているもの、ぜひ選びましょうね。ここで間違っても人工甘味料とかお酒、香料とかね、添加物、そういったものがいっぱいいっぱい入ってストレートで飲めるようなもの、それは純リンゴ酢ではありませんので注意しましょうね。で黒酢もしっかりですね、もうポイントは無添加です。黒酢といえばやっぱり、ね、黒っぽい色のものってすごくお体にいいんですよね。例えば白米よりも玄米とか、真っ白いパンよりも玄米パンとかライ麦パンとか、お砂糖もそうですよね、白砂糖よりも黒砂糖です。ということでお酢もやっぱ黒酢ってすごくいいんですね。効果は先ほどお伝えした通りです。なのでこの分量でですね、ご自身の体調に合わせて飲んでいきましょう。でポイントはですね、本当よくこう混ぜていただくっていうのと、ここからはですね、痩せる飲み方と注意点お伝えしていきます。まずはぜひホットで飲んでください。もう間違ってもこの天然水が冷蔵庫から出したらキンキンに冷えてるお水とか、そこに氷を入れるとか NG です。なぜかというと、そんなに冷たいものをお腹に入れてしまっては腸が動きません。で腸が動かなくなるとね、もう本当にいいことないです。もうとにかくね、良くないことがたくさん起こってしまうんですよね。例えば代謝が落ちるとか、お体が冷えて低体温になって結局ね太ってしまうっていう悪循環になりますから、何でもそうです。ポイントは冷たいものを飲まない、食べないことなんですよね。そしていくらこのダイエット効果の高いこのキレイ痩せリンゴ酢ドリンクであったとしても、飲みすぎは NG です。なぜかというと、やっぱお酢で取りすぎたらやっぱ逆効果なんですよね。なので適量は多くても大さじ1杯から2杯までですね。このドリンクの分量でいうと、このドリンクを1日2杯程度飲めばもう十分です。なのでポイントは温かくすることと量を守ること、1日多くても2杯までにしていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ポイントは、そもそも痩せるリンゴ酢を使いましょうでしたね。そこに加えて今回は美容効果の高い黒酢を入れることで、さらに美容効果を上げる痩せるドリンクレシピご紹介しました。そして最後、材料選びには気をつけましょうでしたね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。